ゾート南軽井沢さんの室内をご紹介します。まず玄関入って左手にお手洗いが1つあります。そのまま中に進んでいくとリビングダイニングになっています。社長、今ルームツアーしてます。頑張ってね。おすすめポイントとかありますか？この建物のおすすめポイントは今ね、自分が座っている場所なんだけれども、ここから見える景色が本当に最高に綺麗で、まだねちょっと紅葉が始まったばかりという感じなんだけれども、ちょっとね網戸を開けてみましょうね。ちょっと見てくれるかな。すごいね、綺麗なんで一度は見てほしいなっていう場所です。山も綺麗ですね。そうだね、下の方にはね、和美湖が見えて、さらに上の方にはこう、ね、山々が見えるので、非常にこういい場所にあるのかなと思ってます。その他になんかおすすめとかってあります？そうですね、ここはワンちゃんと泊まれるので、ちょっとね今座ってた場所ね、ここはワンちゃんともし一緒に、眠りたいという方がいれば、こちらのベッドがソファーベッドになるので、ワンちゃんと一緒にこちらで、過ごすことができます。安心ですね。そうですね、ワンちゃんと大切な方はここでぜひ一緒に寝てください。はい、洗面所にあるちょっとボールの紹介してほしいんですけど、洗面も、かなり、ね、こだわった洗面を、海外から輸入しまして、特にボールが可愛らしいかなと。あとですね、鏡にちょっとまだモールがついていないんだけども、モールをつけようかなと思ってます。モールってどういうものでしたっけ？そう、モールはね、こういった枠にあるこういったちょっと、アメリカンハウス、あるいは海外の輸入住宅にあるこういった縁取りですね。この天井との周り道もなんか可愛いですね。そうですね、こういったモールを、購入しまして、こういったガラスの枠につけて、可愛らしい雰囲気を出そうかなと思っています。ちょっとお風呂場もこだわってるので。広い。そうですね、ここは 1.5 坪タイプのバスになってまして、家族4人でゆったり、入ることができるかなと思います。また窓からも非常にこう緑が、豊かな景色を楽しむことができるので、非常におすすめなポイントです。あとですね、ここは、連泊しても安心なように全自動洗濯機付きの、洗濯機がついてるかな。リビングダイニングのご紹介です。広々としていますね、社長。そうだね、ここは、定員11名まで泊まれる、アメリカンハウス最大の、収容人数を誇る建物になってます。なので、リビングダイニングを最大限広く取るように、1階は全て、そのような作りになってます。なんといってもこのローソファーがとても素敵です。そうだね、このローソファーをなぜローソファーにしたかというと、まずこう足をこう伸ばしてこうくつろげるというと、またちょっとね、こうゴロンとこう慣れたりとか、あるいは、下から見ると天井が非常にこう高く見えたり、こう山々がね、非常にこう高いところにそびえ立っているのが、よく見えるんだね。それなのでローソファーを採用しています。いろんな楽しみ方がありますね。そうだね、ここはネットフリックスがこう見放題なので、すぐに見ることができるし、ボードゲームもね、こういったトランプとか用意してるので、そうだね、こうピザとか注文したりして、こうテーブルを広げてみんなで楽しんだら、すごくこう思い出に残るかなと思いますね。続いてダイニングのご紹介お願いします。結構上の方を見ると同じようなデザインの照明だけどちょっと違うかなって思ったんですけど。そ
そうだね、こちらのリビングは、なるべく天井が高く見えるように、同じデザインのフラワー系のでも、ちょっと天井にぴったりつけてます。それに比べて、ダイニングの方はなるべくこうテーブルに近づけるような形で、ちょっとこう、50センチぐらい、天井から構築してます。ダイニングの机も大きめですね。そうだね、これは本当にこう木でできていて、定員が11名なので、なるべくこう11名ちゃんと座れるように、こういったあの、背もたれがない、長椅子を使ってます。ちょうどこちらに3人から4人ですね、片側に、まあ、合わせて6人から8名座れます。さらに定員11名なので、こちらの横にはですね、ちょっとああいったあのスツールですかね、スツールもこう用意しております。続いてはキッチン設備のご紹介です。はい、なんといっても一番のおすすめ、どうぞ。はい、こちらがですね、バリミューダーのオーブンレンジですね。そしてこちらが有名な、トースターになっています。普通のパンでもですね、高級店で買ったようなパンのように、ふわふわに出来上がりますので、一度、ぜひですね、本当に食べてほしいと思ってます。さらにですね、ちょっとよろしいですかね、こちらでは炊飯器、そしてコーヒー、お茶、あとティーですね、そういったものをあの、ご自由にお召し上がりできるようにご用意しております。とね、開けてみましょう。こちらは、まあ、コップ類ですね、こちらも人数分用意しております。食器とかもありましたよね。そうですね、ちょっとこちらで、食器類はサラダ用とか大中小あるんでしょ。そうですね、このように、食器類も人数分ご用意しております。またですね、お鍋なんかもですね、きちっとこう用意してありますね。その隣も確か入ってますね。そうですね、こちらもですね、ちょっとバーベキューやってもいいし、ここでお料理してもいいし。そうですね、非常にこう、充実した、食器類を用意しておりますので、手ぶらで旅行を楽しむことができると思います。ちょうど景色が見えますか。そうですね、ここからはもう眺めが最高ですね。しかもデッキだとバーベキューが確かできますよね。そうですね、まあ、キッチンで料理をして、まあ、こちらのダイニングテーブルでもよろしいですし、また、こちらを映していただきますか、まあ、景色を見ながら、まあ、オープンリビングということで、バーベキューをデッキで楽しむこともできます。デッキにテーブルとかあるからゆっくりできる感じですかね。そうですね、天気のいい日にバーベキューするとすごい最高な気分だなと思っています。あとですね、最後にですね、こちらのちょっと、私自慢のカーテンを紹介したいと思います。通常こういった宿泊施設は、全てカーテン、レースは望遠にしないといけないんですけども、なかなか今までは無地のデザインしかなかったんですが、ついに望遠カーテンですね、こういったレースがついた非常にこう、まあ、ドレスのようなですねカーテンを発見したので、もうすぐに、まあ、購入しました。ちょっと広げて見せてください。そうですね、ちょっとオーダーのカーテンなので、非常に素敵なので、一度見ていただけたらと思いますね。今感じですね、かわいい。そうですね、ドレスを着てる感じです。では次、2階寝室のご案内をお願いします。はい、ではね、2階どうぞ。全部で3部屋寝室ありますよね。そうですね、3部屋あるので、まず、階段を上ってすぐ左手の部屋ですね、ちょっと中入っていただけますか。こちらはですね、3台の、ベッドと、そして
2台のソファーベッドがあります。この部屋もね、大変窓が大きく、景色が綺麗な部屋ですね。最大5人まで寝られるってなかなかないですよね。そうですね、ベッドもですね、ちょっとこう輸入したものなので、ベッドヘッドがこう丸く、大変おしゃれなものになってます。で、窓からの景色もね、非常に景色が、いいので、そうですね、三面窓ですね、リゾート気分を満喫できるかなと思います。一番奥の部屋ですね、こちらは、ピンクを基調としたお部屋になってます。シングルベッドが2台とソファーベッド1台の3名様がいるお部屋ですかね。そうですね、こちらも、ベッドはおしゃれなんですね。こういった、丸みを帯びたベッドヘッドになっております。そうですね、冷暖房完備ですね。こうエアコンがすべての部屋に、設置しております。では1番の目玉のお部屋。そうですね、こちらはですね、シングルルームとしても、利用できますが、なんといってもダブルベッドなので、まあ、一緒に家族で寝ることもできますし、また、ソファーが1台用意しておりますので、こちらもソファーベッドとして、使うことができますので、最大3名まで利用が可能になっています。こちらもですね、窓が2つあって、非常にこう開放感がある部屋になっております。どこの部屋で寝るか迷っちゃいますね。そうですね、あとですね、特徴としましては、こちらちょっとね、分かりづらいかと思うんですが、全てですね、 1.2kg という大変こう、しかもダウン率 93% という、大変貴重な、羽毛布団を、全てのお客様に用意しております。あとですね、2階にはですね、トイレがございます。1階と2階両方、ご利用することができます。いかがでしょうか、こちらの物件。大変立地も良く、また紅葉が綺麗で、大人数も宿泊できる、またワンちゃんと一緒に宿泊することもできる、そういった物件に なっております。新築で、まだまだ9月にオープンしたばかりという大変綺麗な施設になっておりますので、ぜひとも一度、泊まりに来ていただけたらと思います。社長、はい、この動画を最後まで見てくださった皆様に何か特典とかあったりしますか？そうですね、せっかく新築オープンなので、先着5名様に、合言葉は、わみこと伝えていただければ、10% オフいたします。ありがとうございます。では皆様、 ACO サイトという予約サイトでコーラーリゾート南軽井沢さんをお申し込みの際、備考欄に合言葉のわみことご記入ください。先着5名様に 10% オフでご案内いたします。はい、よろしくお願いいたします。